教えてください。波紋の使い方を。どんな苦しみにも耐えます。どんな試練も克服します。呼吸が起こすエネルギーを見せてあげよう。自分と戦う、こういうこともあるかもな。アンさんにその帽子は似合っておらんね。俺にもよ。そこはもう法廷らは過労か。やってみたいんだ。教えて、教えてくれよ。はじめは少し苦しむがいいかな。貴様の脳を目覚めさせた石仮面に対して会えてよ。とうとう会えたな。来い、まじないし。貴様の命でこの傷の勲章を消毒してくれよ。せめて生を語るとは許せん。この青年にとてつもない才能と力を感じる。ほほう、面白い技術を使うようじゃ。一つ手合わせ願うとしよう。回転に気づくとは。お前さん、何者だ。まだ生き残っておったか、波紋の一族が。何じゃこいつは。吸血鬼以上の力を感じるぞ。よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。だが生きているぞ、石仮面の男も。あ、座ったままの姿勢、膝だけであんな跳躍を。何者。貴様、一体何人の命をその傷のために吸い取った。お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか。